みなさん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢勝成でございます。どうも、皆さん、こんにちは。滝沢でございます。今回はまた、初心者はとりあえずこれ弾けシリーズスタートしてみようかなと思うんですけれども、2曲目に突入です。で、2曲目はですね、洋楽にチャレンジしてみようかなと思います。どんな曲かと言いますと、T-Rex というバンドの 20th Century Boy という曲にチャレンジしてみようかなと思います。以前、ちょっと前に20世紀少年なんていう漫画が流行りましたけれども、その漫画が映画になった時に、タイトル曲に使われてた曲です。曲名知らないっていう方でも多分このフレーズは聞いたことあると思います。このとっても有名なフレーズ。なんか CM とかでも使われてるからね。なんか曲名知らないけど聞いたことがあるなんて方、すごく多いかと思います。この曲をね、今回は練習していこうかなと思いますので、頑張ってついてきてくださいませ。それでは実際に、エレキギターを用意していただいて練習していきましょう。今回はまた1本目の動画でパーツを練習して、2本目の動画では、組み合わせる練習、構成の練習をしていこうかなと思います。そしてこのね、パーツがまたね、えらいシンプルなんですよ、この曲も。4つだけです。ただちょっとね、押さえるところが多くなってくるので、そこだけは気合で乗り越えていきましょうということです。まず、リフからいきましょう。リフ。人差し指でまず1弦じゃないや。3弦の1フレットを押さえます。下から1、2、3本目の弦の1個目ですね。1フレット。で、中指で5弦。細い方から1、2、3、4、5本目の弦の1、2個目。2フレットを押さえます。5弦の2フレット。で、その次。この薬指で4弦の2フレットいきます。4弦の2フレット。下から1、2、3、4本目の弦の1、2個目。4弦の2フレット。他行きましょうか。人差し指で3弦の1フレットを押さえます。3弦の1フレット。で、中指で5弦の2フレットです。で、薬指で4弦の2フレット。この形、E コードと言います。アルファベットの ABCDE の E コードです。この曲の中にとってもたくさん出てくるので、ぜひ覚えておいてくださいませ。これから僕が E コードですって言ったら、この形が正解です。もう E コードって聞いたら、形がわーっ ってこうできるぐらい、もう条件反射でわーってできるぐらい E コード、バッチリ体に染みつかせてくださいませ。E コード。で、実際に押さえられたならば、全部の弦を弾いてみましょう。全部の弦を弾いてみます。いきますよ。こんな音がするはずです。うまく押さえられていればこんな音がするはず。けども、まあ、ちょっとうまくいかない場合もあると思います。ちょっと極端に悪くやると。あれ？なんかそこの場所を押さえているはずなんだけど、なんか音ちげえぞという方、すごくあるかと思います。ちょっと確認してみましょうか。人差し指と中指と薬指、それぞれの場所にこう押さえたならば、確認したいポイントはまず1。指をしっかり立たせるということです。指を立たせる。指がそれぞれこうべちゃんと寝てしまって、このお腹の部分が他の弦を触ってしまうと、余計な音が出たりとか、変な音になっちゃったりとかします。良い例としてはこれ。悪い例としてはこんな感じ。人差し指の先っぽは3弦の1フレットを押さえているけど、お腹のところが違うところを押さえてしまっているよとか、こんな感じです。この状態はまず避けたいです。指をしっかり立てる。ポイント1としてはしっかり。指を立てる。で、指を立てる。言葉で言うとすごい簡単なんですけれども、意外とやってみるとちょっと難しいわけなんですよ。ポイントとしてはね、親指の位置です。親指の位置。こっちの指の運びというよりも、親指の位置が大事です。なんでかっていうと、例えばですけれども、ちょっと極端に悪いフォームやりますよ。よかったら真似してみてくださいませ。この、左手の、この手のひらの、この凹んでる部分あるじゃないですか。ここの部分を、ドーンと、ネックの後ろにこうべったりくっつけますよね。結構この状態って手首窮屈に感じると思うんですけど、どうですかね。で、この状態から、ちょっと手首を動かさずに人差し指を3弦の1フレットに持ってってみてください。そうするともうここの人差し指の長さが足んないんで、どう頑張っても1弦2弦触れてしまうんですよ。ちょっとやってみてください。こんな感じになりませんか。手首すげえ窮屈だし、なんか人差し指曲げて3弦の1フレットを押さえたのはいいけれども、絶対こうお腹のところをね、長さが足んないから立てるの不可能ですよね。こうじゃなくて、親指の位置を工夫して、指の長さに余裕がある状態で運指をしていきたいんです。運指というのは、運ぶ指と書いて運指です。それぞれのポジションに、この指を運ぶことを運指なんて言ったりするんですけども、運ぶ指、運指。指の長さに余裕を持った状態で運指をしていきたいと。で、この状態を持っていくためには、この状況を作るためには、親指の位置がとてつもなく大事です。良い例として、いろんなパターンがあるんですが、一つの良い例としては、親指をネックの後ろに添えるというフォームがあります。親指をネックの後ろに添える。親指の
で、この後ろからズバーンって突き抜けてしまったりとか、立ててしまったりとか、はたまたあっち向いたりこっち向いたりとかせずに、まっすぐ添えるだけ。だいたい2フレットの真裏あたりですかね、2フレットの真裏あたりにこう軽く添えるような感じにして、それぞれの指をこう曲げていって、運指をしてあげると。これがまあ良いフォーム、その1って感じですね。良いフォーム、その1。そうすると、親指がね、このネックの裏にこうバンと添えてるだけだから、こっち側の指がすごい自由効くじゃないですか。さっきこうベタっとやってしまったら、ね、こっちの指が全然自由効かなかったけれども、親指のこの位置を工夫することによって指がすげえ自由に広がるわけなんですよ。これがまず一つのポジションって感じですね。あとは、この肘をこう引っ張らないとか、この体の角度とかいろいろあるんですけれども、ちょっとその辺の話はまた別の動画で説明しておりますので、興味がありましたら、うまくできなかったら概要欄の方からそっちのフォームの話もちょっと参考にしてみてくださいませ。で、これでちょっとうまくできたと仮定して、ちょっと次に、行ってみます。リフ、行きましょう。Eコードを押さえてください。Eコード。いいですか ?E コード。押さえましたか?この E コードを押さえたならば、3回素早く弾いていきます。3回。1、2、3! こんな感じです。振り下ろす動作をダウンストロークと言います。で、振り上げる動作をアップストロークと言います。で、ダウン、アップ、ダウン。で、3回弾くわけなんです。ダウン、ダウン。これもなかなか難しいですよね。多分皆さんの腕はこんな感じだと思います。ちょっと大げさに悪くやるとこんな感じ。またいくつかポイントがあるので、ちょっと気をつけてみましょう。まず一つ目、ポイント1としては、ね、ピックを強く持ちすぎないということです。ピックを強く持ちすぎないこと。親指と人差し指でこのピックを持つわけなんですけれども、これをね、ぎゅーっと握ってしまうと、ピックが弦に勝っちゃうんで、すっげえ引っかかっちゃうんですよ。えらい引っかかっちゃうんですよ。だからこれめっちゃ弾きにくいです。めっちゃ弾きにくいです。そうではなくて、本当にもうね、そういう柔らかくピックを持って、しなるような感じで、弦に対してピックがこう勝ってしまって、バーチコーンっていくんじゃなくて、このピックがしなるような感じです。一回弦にちょっとこうピックが負けて、ある程度のところで踏ん張るみたいな感じのイメージです。あんまりこう柔らかく持ちすぎるとね、ピックが落ちてしまうんで、ある程度は力入れるんですけれども、ピックがある程度弦に対して負けるぐらいの気持ちで、弾いてみてくださいませ。で、ダウンはやりやすいけれども、アップは特にやりづらいです。アップは特にやりづらいと思います。特に引っかかる。でもそこは、気合です。しばらくちょっとジャカジャカーンだけ練習してみてくださいませ。Eコードを押さえたら、ジャカジャン。こんな感じです。Eコードを押さえたら、ジャカジャン。そしてボリュームを切るのを忘れないように気をつけましょう。ボリュームを上げて、ジャカジャン。そして絞る。ジャカジャン。で、このジャガジャンが終わったならば、単音を弾いていきます。こんな感じです。こんな感じ。やってみましょうか。ジャガジャーンと E コードを3回弾いたら、6弦の開放、0フレットを弾きます。ジャガジャーンと言ったら0。で、その次、この0と2を交互に弾いていきます。6弦の2フレット。6弦の開放と2フレットを交互に弾いていきます。でも、2フレットを弾くときには、ちょっと弦を引っ張ります。おすすめの運指としては、中指、薬指ですね。中指、薬指。中指だけでも全然 OK です。僕はちょっと、ね、2本で上げることが多いんですけれども、中指だけでも OK。ちょっとお好きな方でやってみてください。2を弾いたら、ちょっと指をクッと引っ張って、軽くでいいです、軽く。弦をこの下に引っ張ってみましょう。そうすると音が、ニョイーンって感じでこう変わったのがわかると思うんですけれども、これが、チョーキングというテクニックです。弦を引っ張って音を上げるテクニックです。ギターでめちゃめちゃよく使うので覚えてください。チョーキング。Eコードとチョーキング。で、このチョーキング、結構ね、上がりやすいんですよ。そのね、とか言っちゃうと。ってなると、なんかちょっと、なんか聞いたことあるけど、なんか違う曲っぽく聞こえるなってなっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、こう適度にちょっとだけ、上げることが大事です。このぐらいを目指してください。このぐらいを目指してください。目安としては、3フレットと同じ音。
このぐらいを目指してくださいませ。で、これを交互に弾いていきます。じゃがじゃーん !0202020!20!こんな感じです。うまくできましたでしょうか。じゃがじゃーんと弾いたら、0202020、じゃがじゃーん、0202020、こんな感じです。ディリリン、ディリリン、ディリン。これがそのリフのパターンです。もう一回言う。こんな感じで2回弾くのを1セットとして、2本目の動画で使っていきますので覚えておいてくださいませ。いいよ、3回バババンと弾いたら0、ショッキング。こんな感じが、リフのパターンです。後半めっちゃよく出てくるので、ちょっとこれはぜひ覚えておいてくださいませ。ではでは、次行ってみましょう。パターン A、行ってみます。パターン A ね、簡単だっけ？ちょっと長いです。ちょっと長いです。少し弾いてみますね、こんな。こんな感じのパターンが A パターンです。やってみましょう。まず、5弦の0と人差し指で4弦の2フレットを同時に弾きます。で、合間合間で小指もしくは薬指で4弦の4フレットを押さえます。人差し指はずっと押さえっぱなしです。人差し指はずっとこの4弦の2フレットを押さえっぱなしでして、合間合間でこの小指もしくは薬指で4弦の4フレットを押さえていきます。この音と、この音。で、この時に、ピックは他の弦を触らないようにしましょう。この左手が押さえている弦と、あと5弦の開放。この2本だけを弾くようにうまく狙っていきます。こんな感じです。で、これをリズムよく弾いていくんですけれども、1個目と2個目、1個目と2個目、1個目と2個目、こんなリズムで弾いていきます。で、目の時に4に移ります。1個目と2個目、1個目と2個目、1個目と2個目、こんなパターン。1個目と2個目、目の時に4フレットに行きます。1個目と2個目。で、この1個目と2個目。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 4回連続で弾きます。そして、なんとその後に来るのはリフ。リフを1セット。で、その後また来るのが、なんとびっくりドン。繰り返し。1個目と2個目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 。まさにちょっとやってみましょうか。1個目と2個目、4回繰り返します。ワン、ツー、サン、シ。1個目と2個目、1個目と2個目、1個目と2個目、1個目と2個目。叩きます。サン、シ。1個目と2個目。1個目と2個目、ダババーン、ドゥディドゥディドゥディドゥ。ちょっとこの何気に、1個目と2個目、ダババーンがしんどいですよね。1個目と2個目行った後にすぐにいいコードにしなきゃいけないです。1個目と2個目、あー、間に合わないみたいな感じになるかと思います。あー、2個2個目、間に合わないいいコード。ってなるかと思うんですけれども、左手が間に合わなくてもいいので、とりあえずジャカジャンと弾いてくださいませ。良くないパターンとしては、1本目と2個目、こことこことここ、ジャカジャーン。これ、よろしくないです。
1個目と2個目、間に合わないけど弾いちまえ。これが正しいパターンです。1個目と2個目。こんな感じで崩壊してしまっても構わないので、基本的に右手は止めない方向で行きましょう。右手は止めずにもノンストップで行きます。左手が間に合ってなくても、とりあえずもピッキングしてしまうと。左手がこの E コードの完成をね、待ってしまっていると、左手の E コードの完成を右手が待ってしまっていると、いつまでも。このコードチェンジが速くならないので、もう待たずにそのままズババーンと弾くように、コードだけで弾いてくださいませ。バーン。で、また同じのを繰り返すと。で、その後にごめんなさい。もうちょっと続きがありました。パターン、02と24を8回、E。やってみます。5弦の02。さっきと一緒ですね。1個目なんて言った時の E の音です。E の音。これを8回。1個、2個、3個、シット。1個、3個、シット。1個、2個、3個、シット。で、その次、2、4にします。人差し指で5弦の2フレット。小指で4弦の4フレット。1個、2個、3個、シット。で、最後に E コードを一発ポーンと弾きます。なかなか険しいですね。ちょっとやってみましょうか。少し長いですけれども、もう一回 A パターンやってみましょう。一緒にいきますよ。1個目と2個目、いきます。ワン、ツー、サン、シッ。1個目と2個目、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 ズババーン。ドリドン、リル、リル。ズババーン。ドリドン、リル、リル。サン、シッ。1個目と2個目、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 ズババーン、ドリドン、ドリン。間に合わなくてもレッツトライ、ズババーン、ドリドン。で、0に行きます。3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、2、4、4、4、2、4、4、4、2、4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 、こんな感じのパターンが A パターンという感じです。うまくできなかったら、ちょっとまた巻き戻しをして練習をしてみてくださいませ。続きいってみましょう。次、B セクションです。これはそのサビのパターンですね。少し弾いてみると、こんな。曲を聴いていただければ分かると思うんですけども、ズン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 、ボーイのとこして、I wanna be your boy! つって、いうところでございます。やってみましょう。まず、6弦の開放を一発ボンと弾きます。ボン。で、人差し指が、5弦の7フレットに来るようにして、パワーコードを作ります。人差し指は5弦の7フレットに行きまして、1、2、3、4、5本目の弦の1、2、3、4、5、6、7個目。この音。で、小指もしくは薬指を余弦に置いてパワーコードを作ります。こんな感じです。で、パワーコード、1本目の動画でも言った通り、この形のままね、あちこちあちこち移動するので、ちょっとこの形を崩さないように気をつけてくださいませ。やってみましょう。ボン！で、そしたら7フレットの位置を3回弾きます。ボン！じゃあ、じゃあ、じゃあ。で、ボン！ 7、7、7。と言ったら、5、5、7といきます。人差し指は5フレットの位置にずれて、パワーコードを作って2回弾く。で、また戻ると。ドン、7、7、7、5、5、7。ドン、7、7、7、5、5、7。で、続き、また、また6弦の開放から指します。ドタタタタ、ドタタタタ。で、今度はこっちに行きます。人差し指が10フレットの位置まで。で、戻る。ドタタタタン、ヤッホーイと。アワナビー、ヤッホーイとですね。で、これを繰り返します。ドン、フェニセンチュリー、ポイ、サン、シー。アワナビー、ヤッホーイ、サン、シー。フェニセンチュリー、ポイ、サン、シー。こんな感じです。で、これをめっちゃ繰り返します。ドン、
Don't really century boy, don't I wanna be your boy. Don't really century boys, I wanna be your boy. Don't、こんな感じで4回弾くのを1セットとするのかな。まあ、とにかくめっちゃ弾きます。4回セットで弾きます。これが B セクションです。もう一回やってみましょうか。一緒に弾いてみましょうか。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン。間違えていませんよ。間違えていませんよ。決して、今皆さんの目が多分ちょっとおかしい方じゃないかなって言ってね、僕が間違えているわけではございませんよ。ちょっとまあ、その辺別に巻き戻してしても別に間違えてないですからね。その辺はご安心いただければとって感じで。まあ、これがその B セクションでございます。リフ A、B と言って最後アウトロ。これめっちゃ簡単っす。めっちゃ簡単っす。人差し指が5弦の7フレットを押さえている状態でパワーコードを作ります。さっきのドーン、テニスって言ってる時のその7級のパワーコードですね。これをずっと弾き続けるだけ。こんな感じでひたすら弾き続けるだけです。で、これをずっとバババって言ってるとね、その曲がフェードアウトして終わるので、これで1曲まるまる終わりという感じになります。そんな感じで4つのパターンのご紹介でした。リフは結構簡単なんですけどもね、A セクションがね、ちょっとまあ長いから大変かなって感じですね。長いから大変。で、B セクションも別にパワーコード弾いただけだから、そんな大変じゃないと思うんですけども、どうですかね。この曲のその課題としては、E コードの存在と、このジャガジャンだと思います。こういった時にその、ね、早くいいコードを弾かなければいけないので、この辺がちょっと難しいかなと思うんですけども、どうでしょうか。まあ、それぞれのパーツを、ね、うまく練習できたならば、次の動画に進んでみてくださいませ。うまくできないところがあったら、ね、その動画をまたバーッと巻き戻しをして、練習してみていただければという感じでございます。よろしくお願いします。それではうまくできるようになりましたら、次の動画に進んでみてくださいませ。そして最後に宣伝、私、滝沢勝さんに Twitter などをやっております。もしよかければ、普通にその Twitter の方をフォローしてみてくださいませ。TAKIJAWA 滝沢という名前で Twitter やっておりますので、よかったらこちらの方でご飯のことをたくさんツイートしているので、よかったらフォローしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。じゃあね、バッハッハイオ、ハッ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 。